こんにちは、山口県産田中美香です。サービスエリアでパックパックワーニワーニワクワックくーん。私ね、もうサービスエリアのご飯大好きで大好き。ここもうここにね、筋が入るレベルには大好きなんやけど、いつもさ、サービスエリア寄るときって旅の途中で寄るわけやん。どっか行こうって寄るわけやん。だけどね、食べれたとしても1個なんよね。それね、もう本当に悔しいですよ。だけど今日は目的地をサービスエリアにしてしまおうと思って、サービスエリアで大爆食したいと思う。今回の舞台は福岡最大のサービスエリア、古賀サービスエリアと思ったんだけども、下関に住んでる身として下関のサービスエリア紹介せんでどうするん。ちっちゃいけど割と頑張っとるあのサービスエリアの私は紹介せんで誰が紹介するんだって。私しかいないだろ。あの壇ノ浦サービスエリアをね、シーモールへ行こうぜ、わい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 、シーモールへ行こうぜ。いやー、地域密着系 YouTuber としては壇ノ浦サービスエリアの存在をみんなに知らしめずにはおれんかった。いや、あそこ頑張ってんだよ。ぜひとも高速道路で山口県に来なくても山口県を通る際にはぜひとも寄ってほしい、そんなサービスエリアとなっております。サービスエリアだけでご当地グルメとか食べれたりとか結構ね充実しとると思うよね。ってことで壇ノ浦サービスエリア大爆食へ、あー、レッツゴー。迷ったんですけど、毎回こうむずいよ、なんかこう、いや私はね、サービス、あの高速道路からじゃなくて裏から、市民なんで裏から行きようんやけど、いつもここね、どこ空と海、サービス付き高齢者向け住宅、レストランデイサービスについてしまった。私はデイサービスに行きたいんじゃないんだよ、まだだよまだ。ほにゃこちゃん、ほにゃこちゃん、あ、絶対これ、あー、着いたー、急ぎそー、あーしまっ、ストップ、ありがとうございます。ということで食べるよ今日は。昨日から私本格的にダイエットを始めさせて、パーソナルジムにねまた行き出しました。昨日めちゃめちゃきつい筋トレして、うわこれ絶対痩せるわって思って、その分を取り返しに行く。壇ノ浦サービスエリア、最高なんだけど、クグの唐揚げとクジラの味噌カツバーガー、フグバーガー、鶏の唐揚げ、ナイスバーガーある。こういうの大好き、練り物大好き。結構悪くない？ほらほらほら、穴場じゃない？美味しそう、ライスバーガー。さっきから同じもの見て美味しそうって言うな。ごま団子、貝汁、チーズカレー、プレミアのソフトクリームとケレラン焼き、美味しそう。カフェですね、壇ノ浦カフェ。壇ノ浦、ほんと渋いねこんな名前。あ、見て、クジラ肉まん、福肉まん、美味しそう。ブチ美味しいよ、ようできちょる。ね、山口県民以外の人が無理やり方言使った時みたいな。かわいい福コロッケだって、食べようね、みんなで。パクパクと中入ったら海鮮丼食べるんだよ、このサービスエリア。壇ノ浦寿司店、海鮮丼、ぶっかけ丼、ほら、すごくない？で、かわいそばあるんだよ。で、お土産屋さんがこんな感じであるよ。まず買っていきます。あんまり美味しそうに見えないですが、フグバーガー、半熟卵入り、フグの唐揚げ、あー可愛いね、ハートの福コロッケ、いただきます。今日はちょっとバカ作り赤ちゃんで失礼いたしますけどね、いただきます。サムネ取ってない、サムネどうしよう。で、この辺にちょっと散らしてもらうって感じにしよう。うん、フグを探せ。フグってね、紛れるんだよね結構。うん、残念なことに、あ、おるおるあ、でもほんとわずかなものですよ。フグコロッケって書いてある、もうそのなんか事実がなんか満足させる観光客をって思いますよ。うん、ちょっと魚臭いコロッケみたいな、魚介の出汁で作りましたみたいな感じの、美味しい。なんてやばい、私ここ数日ダイエットしとけさ、揚げ物なんて久しぶりなんだよ。すっごい美味しく感じるね、ダイエットやめよう。うん、もう枯渇した体に油一気に入れるとさ、無敵、なんかもういくらでもいける多分。無敵の笑顔でラスメディア。
知りたそのち蜜ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリア。いただきます。やばいやばい。うーん、これは貝です。この北風の唐揚げっていうのは結構骨もね食べれるけさ。うーん、おいしい。最高。程よい塩味、正月の味がする。絶対うちのてか下関のなんじゃない。お祝い事とか正月とかの時はフグの唐揚げとかフグのお刺身とか出る。これってさ結構常識だと思ってたけど違うみたいで。あ、か待って刺さったかも。調子乗ってでかいままだ飲み込みすぎた。こんな時の長州地サイダー山口県産の長州地サイダーかわいすぎる。この女かわいすぎる。変革の波を起こせ、ご当地サイダーですね。うん、美味しい。もう想像通りの味だよ。うん、ご想像通りです。最近ね、あおちが YouTube 見よって、美人モデルが代官山を BMW でドライブみたいな動画が60万回再生されたよね。サムネ強すぎて、いや美人やし BMW 高級車やし代官山みたいな要素詰め込みすぎじゃないみたいな。60万再生ってすごいやんか。うわ、なんかやっぱそうだよなみたいな。美人が伸びるしおしゃれ要素入っとるやつが伸びるんやなって思ったんやけど、でもあおちがみかんってその対局におらんみたいな言われて、確かに。でもマジで真逆。向こうは代官山、こっちは壇ノ浦、 BMW、 Nボックス、美人、ブス、ブスって言った。ブスとは思ってない、ブスとは思ってないけど、可愛い赤ちゃん、美人と可愛い赤ちゃん。最初はかなわんなって思ったけど、でも代官山の BMW の美人は壇ノ浦の N ボックスのブスがいるからこそ際立ってるよねって、私のおかげだよって逆もしかり、あちらがいるからこそ私も際立つよねっていう。田舎で N ボックスっていう、なんかもう理想通りの田舎の女の子っていう感じじゃない。もこからの N ボックスっていうのがねいいよね。代官山 BMW の美人は壇ノ浦の N ボックスの可愛い赤ちゃんがいるから、対局にいるからお互い輝く。これで決着をつけましょう。うん、よく噛んで身がプリプリ。でかくない？なかなかフグの唐揚げ食べれるサービスエリアってないと思うけ、寄って食べてみてほしい。続きまして、フグバーガー半熟卵入り。フグのなんかなんだなんだろうね、フグの揚げ物みたいなのが中に入っとって、いただきます。うん、メルフィッシュバーガーめちゃめちゃ美味しい。さっき フグの唐揚げ食べたけちょっとフグ感がわからん、わからんだけど、でも美味しい。フィッシュバーガー、卵もちゃんと半熟だしいいね。うーん、わっ、あー、キャベツの千切りとフグの揚げ物とマヨネーズと半熟卵でワンズで挟んであるっていう。美味しい。今の可愛くないよねまあ誇張があったにしろ可愛くなさすぎたな今のショットって今反省した。揚げ物食べて炭酸飲んだ後の可愛い反応の仕方、友達の前だったらやばいやばい、飲んでやばい美味しい。これ友達の前やったら私こんな感じで、前の職場だったらみかん YouTube バージョンだったら、ああちょっと待って、もう一回、やばい、めちゃめちゃ美味しい、揚げ物と炭酸最高男の子の前だったら、もう一巡してきます。何回来るねんこいつって思われたって、あんまりないよ一人でこんなに買って食べる人って。 ETC カードが挿入されています。寒すぎる。カード有効期限は2029年3月です。寒い。おちりあったかく、あったかくしながら YouTube はダメなんですよ。いただきます。あ、かわいいね、ピンクのソフトクリーム持った
みかんじゃん。ほら、パーソナルカラーで顔色も明るく。ん？いただきます。最近まあいろんなことがあって可愛くなりたいなって思ったんよ。当たり前なんやけど、みんな可愛くなりたいのは本気度が違うっていうか、結構今年1年で私変わろうと思っとるよね。ちょっともう中身はすごいいろいろ考えすぎてこじらせちゃってるから、ちょっと考えるのやめよう、欲のままにっていうのは目標で、見た目、とにかく見た目可愛くしようと思って、ちょっとレベルアップ足りなすぎないでって思わん？この1年で私どこが可愛くなったんかって言われたらちょっとわからんもんね。この年の女の子ってどんどん可愛くなっていくやんか。で、私それがないなって思って、今年イメチェンとか美容にお金をかけたりなんだりとか、ちょっとしてみようかなって思ってはいる。服もいっぱい買って、色物とか自分の顔色が明るく見えるものとかね、もうとにかくパーソナルカラーに今年も支配されていくんだけども、あと明るい色とかちょっと華やかな服とかね、なんかそういうのをちょっと買ってこうかなみたいな、で可愛くなろうかなみたいな、ちょっと最近もうほんと決意して、それで昨日パーソナルジムにね久々に1年ぶりに行ったんやけど、でそれ今私はね、あの順調に取り返しているという。今年はみかんちゃんごめんなさい、ごめんなさい、可愛くなっちゃいます、本当に。この気合の入り方ってあんまない。割とさ、服も、まあ、たまには可愛いの買いたいけど、普段は着れたらいいかなみたいな、そういうのやめようって思ったの。髪の毛もさ、ずっとこの落ち着いた色でこの長さで、でいつもの巻き方でみたいな、やめようと思って。じゃあちょっと今日ちょっと違うでしょ、この前髪もこのブチ薄くしてバーコードみたいな感じにしてさ、お飾りの前髪ですよ、こんなのないのと一緒で、眉毛もねピンクの眉マスカラとかして、見てこれ、みかんチューブにもらった、可愛くない？めっちゃ可愛いよね、マリークワントの黒のピンみたいな。あとちょっとね、今日チークの場所が違うんやけど全然わからんね、いつもよりちょっと濃いめに入れたけど全然わからんね。あの雰囲気にあれしたかったの、雑誌のさ、あーあーみたいな、あーあーあーみたいなやつ、そう、あれのね雰囲気に行きたかったんだ。いや私楽天マガジンって言ってさ、月額払ったら雑誌読み放題のやつに入っとるんやけど、みたいな雑誌をさ、まあたまに読んだりすんのよね。で服とかちょっと参考にしたいなと思ってこう読むんだけど、いやもう誰がこんな服着るみたいな、これ誰が参考にするみたいな、水色ピンクみたいなね、でなんかこんな髪型みたいな、でなんかもうすっごいなんかオフェロな感じ、オフェロって久々に聞いたね。みたいな雑誌もさ、なんか前髪こんな感じじゃない、大体こんな感じ、大体こんな感じで、なんか口半開き、大体みたいな感じで口が半開き。なんでモデルがやったらさ、このこうやったら可愛いってなるのにさ、私がやったらなんかただだらしないおばさんみたいな。だらしな。ちょっとさ、見守っといて、みんな私が今年可愛くなるの、そういう可愛くなる企画みたいなのもやっていくし、なんか垢抜けみたいな、そう、垢抜けたい、垢抜けたいんです、私は垢抜けたい、あーワンワン、田中美が垢抜けない作戦、今年1年はちょっと頑張っていこうと思っておりますね。続いて、まだまだ買ってきたよ、じゃーん、やばい、もちチーズ某店、よく家族で旅行に行った時とかにサービスエリアでよく買ってくれてたやつ、お母さんとかを。いただきます。練り物おいしい、サービスエリアと言ったらじゃないこれ、もちとチーズ最高。春は何しよっかみんな、マック買ってお花見しよっかみんなで、うわ最高。朝マックとかもいいよね。前さ、朝の8時ぐらいにトランクに座ってマック食べるっていう、海見ながらみたいな、それやろう、それもやりたい。あとドライブスルーでマック買って、春になったらね、やりたいこといっぱいある。てか私の季節やけんね、イエベ春なんで、買い物行くやん、服見るやん、私に似合う色ばっかりあるんよ。イエベ春、セカンドがブルベ、夏、春夏、ここで私は服とか勝負するしかない。みかんちゃんに似合いそうな服あったら逆に教えてくれる？ DM とかで、あの URL 送ってこれ買いなさいって、そしたら分かりました、買いますからって言ってね、あの売られた喧嘩を買うんでね、よろしくお願いします。そしてなんとじゃじゃーん、クジラの竜田揚げー、サービスエリアに誰がクジラの竜田揚げ売ってんのよ、ダウンのパーキングしかいないでしょうよ。しぼるしぼるへ行こうぜ、わいわいわ。クジラの竜田揚げは小学校の給食とかで出てたね、懐かしの味なんだよこれ。
みんなどんな味するか想像つく。魚の味がする肉って感じ。生魚の隣にずっとなんか置いといて、なんか匂いが移っちゃった肉みたいな、そんな感じ。旨味が噛めば噛むほど美味しい。私ただのクジラの、クジラ味のなんちゃらとかクジラとかってあんまり好きじゃないんやけど、竜田揚げは臭みが飛んどって美味しい。うん、食べたことない人はご賞味あれ。最近新しく友達ができたんよね。女友達なんやけど、この年になって友達ができるってなかなか珍しいやんか。でもなんかすごい仲良くなれそうで、素直で、なんかちょっとわがままなんだけど、すぐ泣いたりしちゃうんだけどね。言っていいんかな、まあ、許可取るけど、リュウリュウの娘ちゃん、あの生後1ヶ月ちょっととかな、うん、の女友達ができました。友達の友達は友達だよね。友達の娘は友達だよねっていうことで、いやちょっとこうこれから仲良くできそうやけさ、まあ、喧嘩とかすることもあるかもしれないですけど、身近に可愛がれる子ができたってのが嬉しくて嬉しい。私あのリュウリュウの奥さんとも普通に奥さんと2人で会うぐらい、ね、仲良くて、いつでも来てみたいな、いつでも来て家来てみたいな感じやけさ、もう思う存分可愛がれるっていうので、私の癒しが増えたというか、今私の中の癒しがリンチェとリュウリュウの娘、もうね最高です。ありがとう、産んでくれて、私の女友達を産んでくれてありがとう。成長が楽しみ。あの子が20歳ぐらいになった時に私はもう40、怖いね。普通に涙ちょちょ切れやったもんね、初対面した時はぁってなって、やばいってなって、涙ちょちょ切れ、ありがとう産んでくれて、はぁお腹いっぱい、満足しました。ここまで食べんと満足しません。何個買ったの揚げ物と、こんな食べる人いませんよ。満足したね、帰りたいと思います。今日は歌いながら帰りましょう。その船は今どこにふらふらと浮かんでいるのか、その船は今どこにラララララ浮かんでいるのか、その船を漕いで行け、お前の手で漕いで行け、お前が消えて喜ぶものにお前のオールを任せるな。ダダダダダダンツツツダンツ、何の試験の時間なんだ、何の様子計りなんだ、何を狙って付き合うんだ、何が船を動かすんだ。その船をこ、それはとても、それはとても、胸がいっぱいな瞬間、ほんまお前が好きや、伝えたい愛をもっと大事にするで当たり前やろ、お前がいればそう強くなれる。 Sweet rain の花のようにこの想い水面に光る。 Sweet rain の花のようにこの想い水面に光る。花びらが流した涙、あなたは笑えていますか。上がりまくる季節が来た、やばくなれるのは誰誰誰誰誰誰、俺俺俺俺俺俺、あ真夏のジャボリー、レゲスの浜辺行け。こんな時には長州地裁だ。まさかこのね、隣の車とか前の車とか後ろの車とかさ、フードボックスに乗った雑誌のみたいな前髪、バーコード前髪のオフェロな女が喉が鳴らせて、ソラフネと E.T. キングと湘南の風歌ってると思わないでしょうね、まさか。あ、この時間のドライブ好きだな。日が沈んだかなぐらいの水平線があったら、太陽が多分この辺もううっすら明るいけど、もうこれすぐ暗くなるねぐらいの、このエモい時間帯最高なんだけど。はい、ということで、よかったらね、ぜひとも壇ノ浦サービスエリアに寄って、私が食べたフードたちを全制覇してみてください。中では海鮮丼とか瓦そばも食べれるけん、まあ、がっつり食べたい人とかにもおすすめのサービスエリアとなっております。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。